クリオセサル・ウリアス・アコスタは、メキシコ合衆国シナロア州クリアカン出身のプロ野球選手、MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。2012年6月に、ヤシエル・プイングの視察のため、メキシコに訪れていた、ロサンゼルス・ドジャースのスカウトの目に留まり8月17日に契約を結び、プロ入りを果たした。同年はプレーしていない。2013年1月31日に、 ルーキー級ドミニカンサマーリーグドジャースへ配属され5月23日に最年少投手としてプロデビューを果たした5月26日に A 級グレートレイクスルーンズへ配属された8月31日にテンポリアリーインアクティブリストに登録された9月26日にテンポラリリーインアクティブリストから復帰した A 級グレートレイクスでは18試合に 先発登板し、2勝0敗、防御率2.48、67奪三振を記録した。2014年は、スプリングトレーニングに招待選手として参加。3月31日に、A 級乱直過問がクエイクスへ配属された。6月にオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選出された。7月12日にテンポラリリー・インアクティブリストに登録され、 15日に復帰した。25試合登板し、2勝2敗、防御率2.36、109奪三振を記録した。オフに、ドジャースのマイナーリーグ最優秀投手賞を受賞した。2015年もスプリングトレーニングに、招待選手として参加。4月8日に、A 級タルサドリラーズへ配属された。5月18日に、木の手術のため故障者リストに登録され、 7月10日に、リハビリのためルーキー級アリゾナリーグドジャースへ敗、属された。7月21日に A 級乱直カモンガへ昇格し、7月24日に A 級タルサへ昇格した。8月31日にトリプル A 級オクラホマシティドジャースへ昇格した。同年は4チーム合計で18試合に、先発登板し、3勝5敗、防御率3.81。 88奪三振を記録した。2016年も3年連続でスプリングトレーニングに招待選手として参加し、開幕はトリプル A 級オクラホマシティで迎えた。5月27日にメジャー契約を結び、同日のニューヨークメッツ戦で先発起用されメジャーデビューを果たした。デビューから7試合目となる6月28日のミルウォーキーブルワーズ戦で、 初勝利を挙げた。10代での初勝利は MLB では2005年のフェリックス・ヘルナンデス以来11年ぶりのことだった。メジャー1年目は18試合に登板で5勝2敗、防御率3.39の成績を残した。チームが4年連続のナリーグに地区優勝を果たして迎えたポストシーズンでウリアスはロースター入りし10月13日の ワシントン・ナショナルズとのディビジョンシリーズ第5戦の5回に3番手として初登板2回0、3を無失点で抑え勝利投手となった。20歳62日でのポストシーズン登板は1956年のワールドシリーズ第4戦におけるドン・ドライスデールの20歳76日を更新するドジャースの最年少記録となった。メジャー全体でも1967年の ワールドシリーズ第4戦におけるケンブレット、1970年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦におけるバートブライレブン、1970年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦におけるドンガレットに次ぐ史上4位の記録である。チームはリーグチャンピオンシップシリーズへの進出を果たし、シカゴカブストのリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦に先発したが、 3回に3を4失点で敗戦投手となった。チームは2勝4敗で敗退した。2019年5月13日夜、ビバリーヒルズにあるショッピングモールの駐車場で女性を暴行した容疑でロサンゼルス市警察に逮捕された。保釈金2万ドルを支払い、翌5月14日に釈放された。8月17日、米外リーグ機構は ウリアスに20試合の出場停止処分を課したと発表した。2020年は11試合に登板し3勝を挙げた。2021年は開幕から先発ローテーションに定着。安定して白星を積み重ね、10月2日のミルウォーキーブルワーズ戦にて、メキシコ人選手としては史上4人目となるシーズン20勝を記録した。 オーバーハンドから最速98マイルパーワー、平均93から94マイルパーワーのフォーシームと平均76マイルパーワーのカーブ、平均85マイルパーワーのスライダー、平均81マイルパーワーのチェンジアップを使用する。牽制がうまく、2016年は77回を投げて6回一塁ランナーを指している。 幼少期に左目を3回手術しており、ほとんど見えていないが、盲目ではない。ただ、本人は、これは、神の仕業。彼は悪い左目をよこしたが、良い左腕をくれたと気にしていない様子である。2015年5月19日に手術を行い、改善された。ありがとうございます。